どうも、かげやんです。今日は2021年5月27日木曜日の朝の空なんですけども、なかなか雨 でちょっと、傘を差しながらのこの撮影ということになっております。ちょっとこうやりにくいんですが、行きましょう。ちょっと通っていきます。雨ですね。今日はもう水やりがなしというところです。今日はなんかすごい 100% ですよ。降水確率、午前中が 100% の降水確率ということで珍しいですね。90とかあるんですけどね、 100% っていうのはなかなかないかなというところです。これはそうですね、まあ、そんなに変わってるわけじゃないですけども、まあまあ、あ、でも葉っぱがちょっと大きくなってますね。小さかった葉っぱがちょっと大きくなってきてる。この辺とかね、大きくなってきてる感じがあります。こちらもなんか結構いい感じでこう葉っぱが育ってきてるなというところです。こちらもね、こう小さい葉っぱもこう出てきてということですね。そしてこっちが、ナスですね。ナスにも期待。そっちのナスの葉っぱがものすごくでかくなっている。であちらが、ちょっとこう傘が引っかかっていけないんですけども、キュウリですね。キュウリということで、こんな感じですね。今日はちょっと休日で、ちょっとね、立東のね、歴史民族博物館に行こうかなというふうに考えております。ちょっと雨なんでね、気をつけていきたいかなというふうに思います。ということで以上です。ありがとうございます。